バディム・ビクトロビチ・レーピンは、ロシアのバイオリニスト。妻は、バレエダンサーのスベトラーナザ・ハーロワ。シベリア西部のノボシビルスク出身。物心ついた時には楽器をおもちゃにして過ごしており、母親は彼を音楽学校に入れたが、彼が独学で演奏していた木琴や、ハーモニカや、アコーディオンなどのクラスに、飽きがなかったため、1年末よりはと、飽きがあったバイオリンのクラスに入学した。 少年時代にザハール・ブロンに指示。17歳で、ブリュッセル・エリザベートを非国際音楽コンクールに優勝し、職業音楽家として活動に着手する。その後、ブロンの元を離れ、ピエール・ブー・レーズ、リッカルド・シャイ、シャルル・デュートワ、バレリー・ゲルギエフ、ジェームズ・レバイン、クルト・マズワ、サイモン・ラトル、エサイ・コール・ペッカ・サロネン、ムスティスラフ・フロストロポービッチといった、 名式者と共演を重ねる。これまでに、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ピョートル・チャイコフスキー、ジャン・シベリウス、セルゲイ・プロコフィエフ、ニコライ・ミアスコフスキー、ドミートリー・ショスタコービチ、ルートビヒ・バンベートーベンの競争曲を録音。室内楽の演奏では、ボリス・ベレゾフスキーや、マルタール・アルゲリッチ、ミハイル・プレトニョフ、ユーリ・バシュメット、ミッシャ・マイスキーラと共演してきた。 2014年より芸術監督として故郷のボシビルスクにてトランスシベリア芸術祭を開催している。以前は1743年製のグアルネリデルジェス、ボンジュールを使用していたが、現在は1733年作のストラディバリウス、ロードを使用している。ロシア音楽とフランス音楽を得意としているが、ジョン・アダムズや、 ソフィアグバイドゥーリナラの作品のような現代音楽も、演奏、録音している。NHKE テレテレビでロシア語2013年度、第15カトランス、シベリアンアートフェスティブルインジャパン2017、スタッフキャスト紹介、インターネットアーカイブウェイバックマシンハット THEARTSDESK.com による報道、アーギュメンタイフェイクティ2010年8月12日、ロシア語、 ありがとうございます。